サビクイビスコ監督の怒り淳です。副監督の又賀です。キャラクターデザインの浅利愛です。よろしくお願いします。こんなにあるんですか。これね、サビクイビスコの小説なんだけど、表紙が浅利さんの書いたキービジュに今なっております。すごい、嬉しい。これ期間限定ですか。わからない、わからない。もしかしたら今行けば多分買えますね。でこれダブルになっててちゃんと普通の規制替えができる。あ、本当だ。下にもあるんですね。秋葉原に、秋葉原今ビスコが映像がずっと流れてるみたいで。あ、みたいですね、うん、すごいね。見ました。見てない。見に行く予定あります。行きたいよね。そうですね。あの皆さんとご一緒したレインベイデッドでも、はい、やって、そこ の, あの会場のユリックさんが今回ディスコを流してくれてる。あ、そうなんですね。そうなんです。じゃあイベントやりたいですね。どうします、何やります。もう先行上映会じゃないですか。じゃあもう早急にやらないと。放送しちゃってますよ、だって。いや、だからまあ5、6、7、8、9、10、11、12。あ、それを長いね、ちょっと。もう全部できてるからね。あ、確かにそうですね。それはでかいね。先行上映とか、いいですね。もうコロナがあるから。確かに。時期次第です。そうですね。やりましょう。はい、ぜひやりましょう。三鷹の神代寺に、うん、はい、ヒット祈願をしに今出るかもしれないですけど、写真が。毎回あそこですもんね、謎が。そうですね。はい。すごいですよね、こう火がこうあってね。あ、そうですね、あれね。5万曲でしたよ。そう。おかげでヒットしそうです、ね、仕掛けてる、したいですね、ヒット。そうですね。おかげで制作ももう全て終わっちゃいましたもん、ね、そうですね。変な感じだよね、終わってると。そうですね。世の中的には2話が癒やされて、皆さん、リアタイはしました。おっ。1話の時は寝てしまったので。え、でも本当なんか今回すごいなと思って、なんかキャストさんもスタッフもリアタイ率めちゃくちゃ高いな。あ、そうですね。みんなツイッターでコメントしていただけてありがたいですね。オープニングも前条さんの名前出たらすぐみんな気づいてました、ね、そうだ、近藤さんと富田さんとトークを撮ってきましたね。また来ましたね、はい、どうでした。いや、めちゃくちゃ緊張しました、やっぱり。そうだね。そうですね。それ以外ないよ、感想は。そうですね。今回はこういう風な感じで撮ると思ってたら、まさかのスタジオでちゃんとカメラがあって、まさかでびっくりして。確かに収録でもほとんど喋ったことなかったんで。ないですね、もうほとんど身内でしかこういう話したことなかったんで、まさか声優さんとカメラの前で喋るとかは本当初めてだったんで緊張しました、ね、もう何言ってるか。そこでしたね。というわけで、はい、富田さんと近藤さんの対談、ぜひご覧ください。サビクイビスコ監督の怒り淳です。お願いします。サビクイビスコキャラクターデザイン浅利愛です。よろしくお願いします。サビクイビスコ猫柳パウ役近藤玲奈です。よろしくお願いします。サビクイビスコお茶がまじろる役の富田美優です。あのスタッフがみんなが真面目だったので早めに色がついたっていうのが大きいですね。まずやっぱ最初は色がついて背景とかがちゃんと乗って役者さんにこの雰囲気が伝わればいいなっていうのが、音響さんとか効果さんもみんなやっぱ絵があった方が良くなるっていうのはもう分かってるんで、みんなで頑張りました。あの浅井さんに頑張ってくれて、スタッフみんなです。もう監督も今回すごい率先して何でもいろいろ先々考えてやってくれてとても助かりました。本当にイカリアさんいなかったらあんなに多分色つかなかったです。ありがとうございます。本当に。
そうですね、いつも普段ほとんどこうまだ絵に色がついてない状態でのアフレコが多いので、1話もね全部全部ついてた、全部色がついてて結構びっくりしたんですけど、もうその完成してから その雰囲気みたいなのがその時点でもう分かったので、そのより今回のテレビアニメの世界観っていうのはその段階から分かったので、結構気持ちは入りやすかったなというふうに思いました。そうですね、すごくやりやすかったですし、やっぱりチロルすごい表情がやっぱコロ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 変わる子なので、そのちゃんと細かい表情とかも 見ながらできるのもすごい助かりましたし、であとそのコロナの影響で今分割収録をしてるんですけど、最初チロルちゃんとそのビスコたちと絡む前までは1、2話は多分一人でずっと撮ってて、なんかその事前に皆さんが撮った後に収録できたので、なんかその絵もちゃんと出来上がってる状態かつ皆さんのお芝居も聞ける状態でっていうすごいいい条件の中収録させていただけてたので、すごい雰囲気とかつかみやすかったです。